はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やっすーでございます。白血病、低病生活の気晴らしいね、病院から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本中、世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、この動画がよりたくさんの方に届きますように願っております。はい、隣のおっちゃんのいびきにね、ちょっとある一定の法則があることに気づいたんですよ。10分いびき、10分休みっていうリズムでね、いびきが聞こえてきたんです。10分間ずっと時間を計ってたわけじゃないんですけど、聞こえてくるたびにね、時計をこうチラ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 こう確認したら、ちょうど20分間隔やったんでね、その20分間隔の途中で、時計をもうチラッとこう確認したらね、10分しか経ってなかったりっていうのがありましてね、これまでの平均をざっと計算すると、こう10分いびき、10分休みっていう感覚でしたね。ほんでこう自分が何かしている時、例えば携帯電話で YouTube 見てたりとかね、インスタグラムを見てたりだとか、本を読んでる時などに、こう隣から聞こえてくるいびきもね、3分ぐらいすれば、意識しなくなりますね。こう聞こえ出して初めの3分っていうのは、あ、また始まったわっていう風な感じで感じ取ってしまうんですけど、その後は気づいたら、静かになっててね、でもまた10分後にはこうグガーグガーってこう聞こえてくるのでね、そのなんていうんですかね、寄せては返すいびきの波が不快感をね、与えてしまうんでしょうね。いや、しかしほんまにね、その辺のおっちゃんのいびきの話だけで何日続いてるんでしょうね。いや、いびきですよ。いや、いびきですよ、ただのいびきね。そうそう、その隣のおっちゃんのベッドの向かいにいてるおっちゃん、兄ちゃんかな、その兄ちゃん、その向かいの兄ちゃんはね、なんかどうやら睡眠導入剤をね、出してもらってるみたいなんですよ。毎朝、ほんまに毎朝のこの検温採血の時にね、看護師さんにね、おはようございます、よく眠れましたかってね、ほんまに毎朝聞かれてるんですよ。ほんなら向かいのお兄ちゃんはこう答えるんです。いや、そんなにはね、そうでしょうね、同じ部屋なので気持ちはよくわかりますよ、すごいわかりますよ。そしたら看護師さんは兄ちゃんにこう聞きました。睡眠導入剤って使っても寝れなかったんですか。兄ちゃんは答えました。いや、飲んでないね。飲まずに頑張ってんねんけどな。そうなんですよ。睡眠導入剤ってね、僕も飲んだことあるんですけど、聞いたら聞いたでね、恐ろしいくらい効くんですよ。で、ほんまに恐怖感じたことありますからね。もう効きすぎて、あれは夜中に飲んで、11時までには飲んでねって言われたから、10時半には飲んだんですよね。ほんなその日効きすぎて、お昼過ぎぐらいまでね、寝てしまってたことがありますからね、きっと兄ちゃんもそんな経験があるから、飲まずに頑張ってしまうんでしょうね。しかも原因はただのいびきですからね。きっと
と兄ちゃんはね、看護師さんには、まあ、いびきがうるさくて寝れないっていうのは、まあ、言ってないんでしょうね。まあ、なんとなく気持ちわかります。気使ってしまうんですよね。たかがいびきの話なんでね、気使いますよね。まあ、この戦いは退院する日まで続くとは思いますよね。あ、ほんでね、今日から新しくね、同じ部屋になった患者さんが一人いてるんですよね。まあ話聞いてたら、まあ、一時退院になったみたいなんでね、また今日から治療を始めるとともにいびきと戦うことになるんでしょうね。まだ同じ部屋やってね、言ってましたからね。前はここの部屋、ベッドにおったんやってね、言ってましたからね。きっとこのおっちゃんもおったんやろうなっていうのは思いますね。あ、ここからは僕の体の話になるんですけどね。やっと熱が、体温がね、36度台に安定してきましてね、まあ、だるさもなくなってきてます、今のところはね。まあ、酸素ボンベの通気量もね、減ってきてますので、まあ、順調に回復している気がします。あと抗生剤の点滴もね、1日3回してるんで、それの回数が減ってきたりとか、まあ、点滴からね、飲み薬に変わったり、錠剤の飲み薬に変わったりすればね、退院の兆しが見えてくるとは思うんですけどね。まだ何も言われてないので、まだまだかかりそうですけどね。年末に退院してからの初めての感染症がね、肺炎の疑いっていうので入院してるほどになってしまってるんで、でもまあそれぐらいですんでよかったかなとは思いますけどね。これがもしインフルエンザやったらね、もっとしんどい思いしてたろうなって思うんでね、まだましかなとは思ってますけども、まあね、そのようにね、体温も36度台で安定して、酸素ボンベのね、通気量も減ってきてますので、早く退院できるように、もうしばらくこのままおとなしく入院しておきます。またね、いびきの情報もね、入り次第ね、お伝えしますのでね。あ、そうそう、このね、お風呂あるじゃないですか。まだお風呂入れてないんですよ。体拭くぐらいしかね、できてないんです。だからもう痒いんですよね、体がね。しっかりね、シャワー浴びたいんですけどね、この熱が安定せえへんかったっていうのが原因でね、まだお風呂入ったらあかんよってね、先生にね、言われてたんです。でどれぐらいに安定したらいいかなって思ったんですけども、でもよく考えたらね、37度5分以下とかでね、安定はしたんですよ。2日3日ほどですけども、だからその間のその体温ぐらいやったらね、別に入れたんちゃうかなってね、思うんですけどね。どうなんかな、あかんかったのかなってね、思いますけどね。もう入らせてくれんかったら、めっちゃポリ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 痒いんですよね。頭も痒いですしね。頭はまあね、洗ってもらわなダメなんですけども、そういえば頭洗ってないな、入院してからな。それは買いになるわなっていう感じです。まあね、病院はね、綺麗なとこやと思ってるんで、そんなに汚れへんやろと思ってたんですけども、まあ、自分のね、体の赤は溜まっていくんでしょうね、こんだけ痒いってことはね。だから別にそんなに、なんなんでしょうかね、たまにはね、病院の看護師さんに頭洗ってもらってもいいかなって思いますけど、でもシャンプーなぁ、でもね、こう普段されしてる、普段ねしてる看護師さんだとはいえ、なんかこう僕もね、あの今偉そうに言いますけど、一応美容師なんで、僕もね、こうシャンプーにはうるさく言ったらダメなんですけど、まあね、あの人らはこう気持ちよく洗うよりも綺麗に洗う、清潔に保つために洗う風な洗い方をされるんで、ね、あまり文句は言えないですけど、でもまたやってもらってないんですけどね。やってもらったらそんな文句とか僕言いそうやなと思ったけど、まあまあ機会があれば一回ぐらいはね、やってもらおうかなと思いますけども、ちょっとひょっとしたら今日の先生の
診断で今日からお風呂入ってもいいよって言われるかもしれないので、ね、逆に聞いてみたろうかなと思いますよね。先生、今日からお風呂入ってもいいですかって。熱下がってますんで、ね、酸素も下がってるんでって言うてるんでね、酸素の通気量も減ってきてますんでねってね言うて、ちょっと試してみたいと思います。まあそんな感じでした。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。